裏日本、裏日本とは、日本の国土において、本州の日本海に面する地域を指す故障である。現在は一般に、日本海側という。日本語で、裏という言葉は、衣服の裏地を指す言葉から派生した表現で、もともとは何ら否定的な意味合いを持つものではない。本来は単に、表と対比する意味であるが、歴史的背景が絡みながら、今日では、 不別的なイメージを少なからず持つ。かつては、天気予報などで地域を指す言葉として普通に使われていたが、NHK では、新潟のから苦情が寄せられたため、1960年代末頃から、差別的、不別的であるとして、裏日本という用語を使いわくなり、現在のテレビラジオや大手新聞等で使用されることは、基本的にない。また民や、 地方紙などでも1970年代後半頃から徐々に使わなくなっていった。平成以降では、新潟県長岡市の合併協議で1926年、大正15年制定の鹿が、下市に裏日本を含んでいたために合併に加わる、他の市町村から反発を受けて合併後に2代目の鹿を制定したり、2009年、平成21年には、富山県滑川市で、 な川市の歌の歌詞にあった、裏日本にを広く、日本にと置き換えるといった事例も存在する。そのような背景から、現在は、裏日本、表日本という呼称は、日本海側、太平洋側に改められた。また、中国や韓国、ロシアとの経済交流を促進する意味合いで、韓日本海といった呼称も使用されるようになった。裏日本の大義後に、 表日本という語がある。なお、中国地方では、山陰地方と山陽地方に分けられるが、これは、陰陽思想で来たおかげ、南を日とするのに基づいて名付けられた山陰道と、山陽道に由来する。本校では、前述の通り差別的、部別的な印象を与える、可能性があることに慎重に留意しつつ、日本海側と太平洋側を、基本的に、裏日本。 表日本の故障を用いて解説を行う。関口武氏による日本の気候区分では、裏日本は日本の6種類の気候区のうち、日本海型に分類される。新潟県、特に中越地方伊東はそのうち1ビット型、東北、北海道型、新潟県、特に上越地方伊勢を含む、それ以外の地域は 1CE 型、北陸、北、近畿、 山陰型に分類される。日本海側気候は冬の気候が特徴的である。暖流である津島海流の影響を受け平均気温は同緯度の表日本よりも高くなる傾向にある。北西から吹き込む冬季モンスーンが津島海流に由来する熱と水蒸気の供給を受け、向上的な雲を発生させる。このため、裏日本全域にわたり、 1>, 1月の1ミリメートル以上の降水が観測される降水日数が多くな、同時期の太平洋側の降水日数が少なく乾燥した天候が続くこととは対照的である。雪の影響から鉄道や自動車にとって不利であり、これが裏日本の発展を遅らせた原因の一つでもある。裏日本という語は地理学者のヤズショが映1895年。 明治二十八年に発表した中学日本知史に最初に登場した。それまでこの地域は裏日本と呼ばれず、内日本と表日本は外日本と呼ばれていた。裏日本という語が使われ始めた当初は、首都である東京を玄関口であるという意味で、表とした場合、自然と日本海側が裏となることから、単に地理用語して用いられ、無別的な意味合いは持っていなかった。 このように、明治以降の日本の近代化で、先進的な表日本に対比して用いられ始めた。かつて裏日本は、中国や朝鮮半島、江戸地などとの海上交易の拠点として、むしろ表日本より、重要な役割を演じていた。ところが、幕末、明治時代以降、植産工業や鉄道、港湾などの投資は、太平洋側集中し、日本海側にはあまり行われなかった。 これには近代化が進むにつれ大型船の入港ができる港の必要性が高まったことが関係する。日本海側は海岸線が単調でそのような港を作りにくい。また土砂の堆積が起こりやすい河口の港が多く港湾の拡張や維持に多額の費用がかかった。明治維新では日本海側では唯一新潟港が 開国時の条約項に選ばれたが、上記の理由により、盛んに貿易は行われず、内湾が多く、良好を作りやすい太平洋側に比べ、大変不利な条件となった。20世紀に入ると、裏日本という語は、自然と表日本と対比した、際の経済的格差を表す語として使われるようになっていた。さらに高度経済成長期に、太平洋ベルトに位置する工業地帯、 京浜工業地帯、中京工業地帯、阪神工業地帯に向けて人口が移動し、裏日本と呼ばれる地方は一層衰えた。高度経済成長期には、金の卵と呼ばれた段階の世代が、労働力として上越線や前原経由のルートを通じて、太平洋側へと大量に移動した。1970年代になると、裏日本である新潟県中越地方から、 田中角栄が有力な政治家として登場し、表日,日本に偏った政策を変えようと、日本列島改造論を発表した。これは、交通網を日本全国一様に付設することで、地域間格差を解消できるという考えであり、当時の国土開発計画に大きな影響を与えたものの、これを受けて行われた交通網の整備は、逆に、 東京一極集中を推し進める結果になった面も、ある、ストロー効果。1980年代になると、東北新幹線が表日本側の宮城県、岩手県を通って開通した。これにより太平洋ベルトから外れているために、表日本との格差が顕著でなかった東北地方でも、格差が意識されるようになる。森岡市が北東北の交通の要所となり、 東北地方における仙台市への一極集中が起こった。近代以前には、表日本、裏日本という言葉はなく、裏日本に該当する地方は、表日本に該当する地方と大きな差はなかった。それどころか、かつては内日本と呼ばれ、当時外日本と呼ばれた表日本以上に栄えていた時代があった。裏日本の海岸沿いには、 港に適した方が多くあり、裏日本同士の海上交易のほか、日本海を挟んで向かい合う中国や朝鮮半島などに栄えた国家との海上交易が盛んであったため、古代日本では、裏日本はむしろ日本の表玄関であった。出雲国、島根県東部は、古くから出雲大社を中心にした神道の拠点であったほか、良港を多く持ち大陸などとも交易し、 大和国などにごする古代日本有数の政治勢力でもあった。古代の単語半島には有力な勢力が存在し、単語王国論、日本海沿岸の各地や大陸各地との交易を物語る出土品が多数あるほか、日本でも有数の巨大な前方後円墳がいくつも存在し、大和王権とアジア大陸とを結ぶ富裕な政治勢力だったと見られている。 山陰や北近畿の外にも北陸一帯には古市など山東権にごする大勢力が存在した。慶大天皇は越前国で成長して創年期まで在住した後、畿内に進出して即位しているが、これをそれまでの大王とは血縁関係のない北陸を背景にした勢力による新王朝と見る説もある。人口や経済力の面でも裏日本は主要な地であった。 江戸時代、北前船は、江戸地から日本海側各地と瀬戸内海を経由して、大阪や全国へとつながる物流の幹線であり、米や紅花、木材、織物などの各地の産品が北前船によって大量輸送され、全国に流通した。この時期、太平洋は海の荒さなどから、日本海ほど物流路は大きくなっていない。裏日本には、野代。 秋田、佐田、富山、松江など、新田開発や豊富な水量による豊かな稲作や北前船による交易を背景に文化や工芸が発達した都市が多く現れた。特に金沢は、加賀百万国の城下町と呼ばれ、江戸時代には山都、江戸、大阪、京都に次ぐ名古屋と同程度の規模の人口、10万人以上を誇っていた。また越後は、 江戸時代に人口が増加し、旧国別人口において、武蔵や道の国継ぐ人口を抱え、明治時代に入ると、1873年、明治6年6月10日から1876年、明治9年8月20日、1881年、明治14年2月7日から1883年、明治16年中頃、1887年、 明治20年11月4日から1893年、明治26年3月31日の間、新潟県は東京府、現東京都を越えて日本一の人口を有する県で、あた、近代以前の日本の人口統計、国勢調査以前の日本の人口統計等を参照。1九百年、明治十三年に初版が出版された、鉄道北陸編で、 新潟は、個数万余りの大都会と歌われ、金沢も、さすがにぎわう、町の沢と歌われている。その他の北陸地方の都市でも、長岡は、町は、名だたる繁華の地、富山は、越中繁華の地、高岡は、商業繁華の高岡と歌われた。1894年、明治27年に出版された、し賀しげの日本風景論では、 裏日本という言葉はないが、日本海岸は在来交通の利便は,なはだ少しとか、太平洋岸よりも人口少しなどと書いている。日本の近代化と工業化の動きにより、鉄道が日本全国に敷設されたが、裏日本は表日本に比べて大きく遅れた。例えば山陽本線と山陰本線を例にとって説明すると表日本である。 山陽本線の最初の区間が山陽鉄道によって八百八十八年、明治二十一年に開通したのに対し、裏日本の山陰本線は京都鉄道が八百九十五年に免許を取得し、八百九十七年に最初の区間が開通した。同様に全区間開通に関しても山陽本線が下関駅まで1九百一年に全区間開通したのに対し、 山陰本線が下関、畑西駅まで全区間開通したのは1933年、昭和8年であった。鉄道の不設段階で大きく遅れを取っただけではない。山陽本線は1942年、昭和17年に世界初の海底トンネルである関門鉄道トンネルを開通させ、1944年までには全線の複線化が完了。 1964年、昭和39年には、全線の電化が完了したのに対して、山陰本線は2011年現在も、非電化単線区間が多く存在する。同様に、東北本線と、上越本線を比較した場合、表日本の東北本線は、1891年、明治24年に全線が開通した後、1968年、昭和43年に、 全線の伏線化及び電化が完了している。一方、裏日本の上越本線は、1924年、大正13年に各県境区間が接続して全通し、1972年、昭和47年に、ようやく全線の電化が完了しているものの、2017年、現在も多くに、単線区間が残る。路線網の発達の観点では、例えば、大阪駅から、 青森駅への表日本経由のルートは1891年につながっていた一方、裏日本ルートは1924年までつながっていなかった。また大阪から下関へは表日本ルートは1901年につながっていた一方、裏日本ルートは1933年までつながっていなかった。北陸本線の敦賀駅から大宇本線の青森駅に至る路線は、 一本の路線としても機能している。これらの路線はかつて国鉄内部において裏日本縦貫線とも呼ばれていたが昭和40年代以降は日本海縦貫線の故障が用いられるようにな。新幹線の付設も表日本を中心にしている。2015年3月に北陸新幹線が金沢駅まで開業するまでは裏日本を縦貫する路線は存在せず、 上越新幹線の一部区間が裏日本に該当するのみであった。旧では国には山形新幹線や秋田新幹線が運行されているが、これらはミニ新幹線、すなわち新幹線に直通運転をする在来線であり、最高速度も時速 130km である。明治維新以前、水上交通は太平洋よりも日本海の方が主流であった。特に、 北前船と呼ばれる船を利用して貿易品の地域間での価格差によって利潤を獲得していた北前船貿易が商人たちによって盛んに行われていた。日本の近代化が行われている最中である1880年には日本全体で汽船製造が盛んになっていたが裏日本では汽船の製造はほとんど行われておらず伝統的な和船の製造が続いた。 中でも、北前船の伝統を持つ石川県やその周辺で、日本全体の2割以上の和船を製造していた。しかし、1884年に大阪で大阪商船が設立され、翌1885年には東京で郵便機船、三菱会社と共同運輸会社が合併して、日本郵船が設立された。これらの商船会社は、 近代的な西洋汽船の運航が主であったため、和船から汽船への入れ替わりは、ますます顕著になってきた。その流れの中、1888年には500国以上の和船の製造が禁止されることとなったが、裏日本では、西洋船の製造が進まなかったため、多くが旧式の和船を使い続けることとなった。和船から汽船へと変遷するに伴い、造船業が、 石川県日本海岸から大阪府瀬戸内海岸に完全に変遷し、かつて日本海が中心だった船の航路も、帰船の登場によって波の荒い太平洋でも安全に航行できるようになったため、次第に太平洋が主流になっていった。日本海の航路の整備はなかなか進まず、政府の援助を得て、ようやく1892年に新潟と佐渡島を、 結ぶ佐渡汽船が整備された。その後、日本優先の汽船が、小樽神戸を週一便のペースで、定期運航をはじめと、地域間価格を利用して、個人で商売を行っていた北前船は衰えた。時代が完全に汽船に変遷し、和船が終わりを迎えていた頃、北陸地方では、日本全体の和船の半分近い47隻が、未だに現役であった。 基線の本格的な造船所は、裏日本には、新潟県に一工場が作られたのみで、大部分が太平洋側と瀬戸内海側と、東、シナ海側、それに、北海道に集中していた。近年は韓日本海の各国などとの国際的な貿易や交流が重視されている。2011年に国土交通省が貿易や、 旅客輸送及び災害発生時など多様な目的に対応する整備を目指すとして5校を選定した日、海側の総合的拠点校には、裏日本に所在する中核国際港湾に指定された新潟港及び伏木富山港が含まれている。高速道路の整備も表日本に対して遅れている。この格差をなくすよう国や県に働きかける動きもある。 裏日本の高速道路は、すでに全線が開通し、全線4車線化が行われた北陸自動車道と一部、暫定に車線ながら2014年7月20日に、全線開通した舞鶴若狭自動車道を除けば、日本海東北自動車道や山陰自動車道には、未開通区間があり、開通区間も大半は、暫定に車線である。東日本大震災の際に、 東北自動車道と常磐自動車道が一時、寸断された経験から、地元自治体などから未着手だった、日本海沿岸東北自動車道、浅姫滅場 IC 厚見温泉 IC 館、湯佐 IC 北田 IC 館の,の2区間の早期着手の要望を受け、国土交通省は2013年度に、この2区間について、事業着手した。一方、表日本の東北自動車道、 東名高速道路、名神高速道路、山陽自動車道は、すでに全線開通済みで4車線となっているだけでなく、東名高速道路と名神高速道路ではそれぞれ並行する2本目の高道路、新東名高速道路と新名神高速道路の建設が行われている。空港の整備も表2本と比較して、裏2本は遅れた。それだけでなく、 絶対的な人口の差から、表日本の空港と比較して利用者数が少ないため、あまり設備投資が行われていない。そのため、共用飛行場の小松と名子、東京線に大型機材を投入する必要があった、秋田、中距離海外路線を持ち2500メートル級滑走路整備が必要となった新潟を除けば、Z 化されていても滑走路上は2000メートル級の空港がほとんどである。 路線網は、東京便を中心とした日本国内便のほか、中国や韓国、ロシア極東などといった比較的短距離の航空路線が中心で、機体も小型、中型機が多い。なお、ソウルのインチョン国際空港と日本の間の国際路線は、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡国際空港だけではなく、 その他の日本各地の地方空港とを結ぶ便が多数、こうしている。この状況により、日本の地方空港、インチョン国際空港世界の各都市との間で国際線を乗り継いで利用され、事実上、日本のハブ空港として機能している。詳細は後実。1886年に都道府県別で行われた面作の生産量調査では、富山県が10位。 新潟県が14位、島根県が17位、鳥取県が18位であった。それから山陰地方ではますます面作が発達し、1912年の農商務省による調査では、島根県、鳥取県、茨城県の3県が最も盛んであったとされている。裏日本全域で米の生産が盛んであり、名産物ともなっている。品種としては特に、 当初、新潟県で荒廃された後に、福井県で品種改良によって生まれたコシヒカリが、食味の良さから有名である。山陰では、たたら製鉄も発達した。1884年では、島根県のたたら製鉄工場の数が218工場であり、日本全体の10.3%を占めていた。新潟県中越、下越地方と秋田県では、 古くから石油が産出された。その関係で、日本のエネルギー産業では、新日本石油やコスモ石油など、中越、下越地方に源流を持つ企業が存在する。近代的な工業が、表日本、太平洋ベルトに集中したことから、裏日本は、表日本に対して、農作物や労働力や、電力の供給を行っている。電力は、 効率的な大量生産が可能であるが、放射性物質を用いる原子力発電は人口が密集していて、電力需要が多い表日本よりも裏日本により多く設置されている。若狭湾沿岸の日本原電鶴ヶ発電所や関西、電力三浜発電所及び大井発電所や高浜発電所、中越地方の東京電力柏崎、刈羽原子力発電所、 島根県の中国電力島根原子力発電所がこの例であり、長大な送電線を通じて表日本へ電力を供給している。これら原子力発電所が建設されることにより、雇用を確保できる点や、多額の原発交付金を受けられる点などから、自治体によって積極的に誘致される例もある。今日日本にも同様の事情により、青森県下北、宮城県、福島県、 茨城県、静岡県、愛媛県などに原子力発電所が立地しているが、いずれにせよ、太平洋、ベルト周辺に多く立地する火力発電所とは、立地状況が大きく異なっている。清嶺指定都市は新潟市だけであり、中核市は金沢市、富山市、秋田市の3市、特例市は松江市、鳥取市、福井市、長岡市、上越市、 山形市の6市のみである。全体的に過疎地域が多く、村落としべでは人口減少や後継者不在問題が深刻になっている。日本が国策として教育に力を入れ始めた明治時代に旧制高等学校ナンバースクールという制度が始まった。設立順に番号が付けられた高等学校を指し、裏日本には金沢に 旧制第四高等学校が設置された。新潟も旧制高等学校の誘致を積極的に行ったもの、1900年の旧制第六高等学校の誘致で岡山に敗れ、それ以後の旧制第七高等学校と旧制第八高等学校の誘致も失敗に終わった。結果、新潟にはナンバースクールは設置されず、都市名が公名となる旧制新潟高等学校が、 設置された。裏日本に設置された、旧制高等学校としては、他に、旧制山形高等学校、旧制松江高等学校、旧制戸山高等学校、当初県立、後に管立に、遺憾がある。金沢では、北陸帝国大学の設置運動が、第二次大戦前と第二次大戦後に起こった。1 9十一年一月に、衆議院議員、 富津博ひらが東京、京都、東北、九州に次ぐ北陸帝国大学設立に関する権議案を27回帝国議会に提出し翌月可決したが帝国大学の設置は裏日本には行われなかった第二次大戦後には市民レベルで金沢への総合大学設置運動が展開され1946年6月3日に 北陸総合大学設置規制同盟会を結成した。結成会には、石川県だけでなく、富山県と福井県の知事、富山市、福井市、鶴ヶ市各市長が出席した。8月には、第90回臨時帝国議会に、金沢市に北陸帝国大学を設置に関する県議案が提出された。県議書では、太平洋側に、 帝国大学が偏在することの弊害を述べ、日本海側の帝国大学設置を提案したが、憲法改正草案などの審議などのため、審議に至らなかった。大学令に基づく、旧制大学として、金沢医科大学や新潟医科大学が設置され、戦後の学生改革の際に、各々、金沢大学医学部や新潟大学医学部に改装されている。 1899年の新潟県の就学率は日本全体でしたから数えて沖縄、北海道に次ぎ3番目であった。裏日本は江戸時代から海運で北海道と強く結びついていた。さらに朝鮮、関東州、樺太といった当時日本が領土、咀嚼地として獲得したばかりの外地との関わりを抜きには語れない。 北陸地方や東北地方に本海側からは主に北海道やガラフトへ山陰地方からは主に朝鮮、満州へ近代化や開拓に向けて移住したものが多かった。さらに北陸、新潟地方の地主、商人は北海道開発に多くの資本を提供した。特に新天地と呼ばれた北海道へ移住したものは農地の開拓や 商業の設立で成功を収めた例が数多く、現在も札幌を拠点に営業を行っている丸井米を創設した新潟県出身の今伊藤奈々などが成功した例であると言える。裏日本には、いわゆる、ズーズー弁と言われる、共通の音声特徴を持つ方言が分布する。裏日本方言を参照。日本海側は美人の産地という風説がある。詳細は、 美人美人が多いとされる日本海側を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。